石ホルダー無限ギア徹底調査団ガオー。第3話化石発掘。今回はいよいよ化石の発掘だ。化石モービルがハンマーとドリルを使って掘り出してくれるんだろ、楽勝じゃん。いやいや、確かに化石モービルの発掘道具を使うが、実際に掘り出すのは君の手だ。俺細かいこと超苦手なんだけど、靴ひも結ぶのも苦手だし。自分のリバイバーをゲットしたいんだろ。うん、リバイバーでバトルしたいんだろ。くそやってやる。俺は発掘マスターを目指す。その意気だ。まず化石モービルに搭載されているレーダーで化石をサーチ。了解、レーダー起動。お、あれだな。いよいよ発掘だ。なんだこれ、本当に恐竜の化石？ X 線を使ってみるといい。こうか。おお、まさしく恐竜の頭。ガンガン行くぜ。ちょっと待て、ガンガン掘れ、ガンガン。そんな乱暴な。もうすぐ入るぞ、俺のリバイバー。頭から人の話を聞け。なんだよ、いいところなのに。化石が傷だらけじゃないか。あ、この紫色って傷なのね。でも傷くらいいいじゃん。よくない。化石をきれいに掘り出せば掘り出すほど恐竜はより強く蘇るんだ。そんな大事なこと先に教えてよ。だから人の話を聞けと。まずハンマーで大まかに掘り出す。骨の周りから叩いていくのがコツだ。お、だんだん骨が見えてきたぞ。そしてドリルを使ってピンポイントに細部を削っていく。チーン、気分は敗者さん。この動作を繰り返して制限時間内に化石を掘り出すんだ。わかったぜ、ハンマーで大胆に、ドリルで繊細にってことだろ。これで俺も発掘マスターだ。では発掘マスターさんにお願いだ。ちょっとこの化石にチャレンジしてくれないか。任せとけって。こんな化石ちょちょいと掘り出してやる。あれ、なんだこの岩。化石が埋まっている岩にもいろんな性質のものがあってね。この岩はそのハンマーとドリルでは歯が立たないんだ。それじゃあお手上げじゃん。前回話した化石モービルのカスタマイズを思い出してほしい。カスタマイズか。化石モービルのハンマーとドリルを付け替えれば、ほらこの通り。やった、掘れる掘れる。状況に合わせてたくさんある装備の中から最適なものを選んで使うことも発掘マスターを目指すなら重要なポイントだ。くぅ、発掘マスターへの道は遠いぜ。さらに発掘を楽にしてくれるアイテムも用意されている。だからそういうのあるなら先に行ってってば。制限時間がぐんと長くなるタイムノビール。名前そのまんまじゃん。そしてライドキーパーズ発掘装備開発部が作り出した発掘奥義、チゼルバスター。お、こっちは名前かっこいいぞ。こうやって何本かチゼルを打ち込み叩いていくと、おお、すげえ、一気に岩がバコッと剥がれた。たくさんの発掘装備とアイテムを駆使して恐竜の化石を掘り出し、リバイバーを手に入れろ。おっしゃー。発掘場所にあった装備を選んでハンマーで化石の周りから叩く、ドリルでピンポイントに細部を削る、そしてアイテムを駆使してきれいに掘り出す。発掘終了。おお、エクセレント。お見事、97ポイントだ。ポイント？最初に言った通り、化石をきれいに掘り出せば掘り出すほど恐竜はリバイバーとして強くよみがえる。ポイントはその強さを表しているんだ。やった、強いリバイバーゲットだぜ。おめでとう。しかしそのリバイバーはまだ完全に蘇ったとは言えない。なんで？君が掘り出した化石は頭だけだ。胴体や手足の化石はまだどこかに眠っている。そういうことか。別の部分の化石を掘り出すたびにリバイバーは技を思い出し強くなっていく。そして体の全てが揃った時、リバイバーの本当の強さが解き放たれる。おお、熱い展開じゃん。化石を掘って掘って掘りまくって強いリバイバーをどんどん集めてやるぜ。とにかく発掘の腕を上げるんだな。
それが強いリバイバーゲットへの近道だと言っておこう。カウカウカウ。ん？どうした？カウ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 。え？ここを掘れって言ってんのか？カウ。もしかしてレア化石？カウ。よし、俺の発掘テクを見せてやるぜ。で、これってあれだよな。やっぱりうんこの化石じゃねえか！カウ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 。ガオー。次回徹底調査バトル化石掘りだ無限ギア。